皆さんこんにちは、チョロです。今日は古文の文法シリーズ、古文の敬語丁寧語についてご紹介していきたいと思います。皆さん、今回は古文の文法、特に敬語についてご紹介していきたいと思います。古文の敬語にも尊敬語、謙譲語、丁寧語の3種類があるんですが、今回は丁寧語のところをご紹介していきたいと思います。ちょっと全部をやると長くなってしまうので、細切れにしてお送りしていきますね。今回ご紹介する古文の丁寧語は一番わかりやすい敬語になるかと思います。それでは早速やっていきましょう。丁寧語って何なの？というところになるんですけれど、現代文の敬語と同じで、丁寧語はますとかございますにあたる言葉です。相手に対して丁寧に話しかけるときに使うものですね。ズバリ、古文の丁寧語は2つしか覚えるものがありません。助動詞なんかに比べてだいぶ覚えやすいかと思います。その2つはこちら、はべりと早漏という2つです。ちなみに早漏の方はさぶらうなんていう風に振り仮名が振られることもあります。これはどちらも同じ意味になっています。実は平安時代の前期と後期でこの2つの言葉の意味が違っていたんですね。覚えなくてもいいんですけれど、もともとは丁寧語だけではなくて、丁寧さの度合いの違いもあったんです。ただ今回はますとかあります、ございますという丁寧な表現とだけご紹介しますね。では実際の使い方を見てみましょう。おとぎ草子と呼ばれる本の中に一寸法師の話が入っています。一寸法師の冒頭に、中頃のことなるに、妻国何話の里に、王子と乳母と半べり、この一文で始まるんですけれども、竹取物語だと今は昔で始まっていたんですけれど、中頃のことなるには、まあ、ちょっと昔のことなんですけれどというような書き出しですね。妻国何話というところに、おじいさんとウバトがおりましたというような意味ですね。こちらがハベルです。同じく一寸法師からこんな文を持ってきました。一寸法師はこれを見て、まずうちでの小槌を乱暴し、我々が姓を大きになれとぞ、とうどうちそうらえば、ほどなく姓大きになり、こちらですね、とうどうちそうらえば、なので一寸法師がうちでの小槌を鬼から奪い取って、私の姓を大きくなれと打ちますと、みたいな意味ですね。このようにハベル、ソーローには特別な意味がなくて、文章に丁寧な言い方を添えているだけというのが丁寧語です。王子と乳母とハンベリにも、どうどうちソーラエバにも、ハベリとソーローには特に意味がないですよね。ただ読んだ時に少しマイルドな丁寧な印象を受ける言い方になります。ただし実はこの2つには落とし穴もあるんです。丁寧語として覚えるハベリとソーロー、サブラウにはありますとか、ます、おります、ございますというような丁寧な意味しかないんですけれど、実はこの2つもう1つ意味があるんです。それは謙譲語としての意味もあるんです。ここがちょっと難しいポイントになります。謙譲語も現代文の敬語と同じで、動作をする相手に敬意を示すものになるんですけれど、このハベリとソーロー、サブラウには偉い人のそばにお仕えする、もしくは宮殿、偉い人のところに参上するという意味でも使われるんです。ちょっと整理してみますね。丁寧語の意味はあります、おります、ございますというような文末を柔らかくマイルドにするような話し方です。謙譲語の意味はそばにお仕えする、もしくは参上するという意味になっています。え？じゃあどうやって見分けたらいいの？はい、ここが皆さん一番気になるポイントかと思います。ではこちらにお答えする前に、まずは敬語ってなんで使ってるの？ということから確認してみましょう。敬語はもちろん話してから相手
への敬意になります。なので現代文の文章で考えてみてもらうと一番イメージしやすいかと思うんですけれど、チョロがこのように敬語でお話ししているのは皆さんへの敬意の表れになりますよね。丁寧語チョロ使ってると思います。このますとかですよね、です、ます、ございますという丁寧な言葉を使うことによってチョロから皆さんへ気持ちが伝わればいいなと思いながら話しています。これと一緒で古文においても会話の中に敬語が出てくれば話してから聞き手への敬意、会話ではない字の文と呼ばれるところに敬語が出てくれば作者から読み手への敬意ということになります。そこでさっきの疑問に戻りましょう。丁寧語と謙譲語どうやって見分けたらいいのというものがあるんですが、実はこのはべりと早漏に関しては見分けるこれだっていうポイントはないんです。残念ながら前後の文脈から読み解くしかないんですね。ただし見極めるコツというものは存在します。例えば先ほどの津の国なにわの里に王子と乳母とはんべりであれば、え、お使いする丁寧語どっちとなった時にハンベリの前についているのは津の国なにわの里という国ですよね。偉い人のそばに仕えるという意味で読んでしまうと、あれ誰に仕えてるのっていうことになってしまうと思います。先ほどのうちそうらえばもそうですね。動詞にそうろうがくっついている時は丁寧語と見てまず間違いありません。この早漏の方は見分けやすいかと思います。例えば以前も紹介しました12のね文字というものにこんな部分が出てきます。帝高村に読めと仰せられたりければ、読みは読みさぶらいなんされど恐れにてさぶらえばえ申しさぶらわじ、今さぶらういっぱい出てきましたね。これを現代語訳してみると、帝が高村に読めとおっしゃると、読むことは読みましょう、しかしこれを読むのは恐れ多いことでございますから、とても申し上げられそうもございません、すべて丁寧語のさぶらうになっているんです。この見分け方も誰に使えるのという誰にの部分がないので全部丁寧語という風に決めて OK なんです。使えている例としては源氏物語の起立簿という単にいずれの御時にか女語行為あまたさぶらいける中にという文章があるんですけれども、このさぶらいけるに関しては使えるという意味になります。え、なんでというところなんですけれど、まあいずれの御時にかどなた様かがご即位されている時に、どの帝の時代だったかは忘れましたが、女語行為どちらも天皇の妃になるんですけれど、あまたさぶらいける中に、あまたは数多くいるということですね。女語行為お妃様が数多くさぶらいける、なので天皇にお仕えしている時にということになるんです。あまた数が多いということを丁寧にする必要はありませんよね。このように動詞にくっついていたら丁寧語という見方とか、人にくっついていたら偉い人にお仕えするなんていうちょっとしたコツで読み方を変えてみてください。前後の文章から想像して丁寧語なのか謙譲語なのかというのを読み取る必要があるんですが、何問か解いているうちにきっと慣れてくると思います。ぜひ声に出して読むということをやってみてください。声に出して読むと単語の暗記もしやすくなりますよ。それではまとめです。今日ご紹介したのは古文の丁寧語はべりと早漏をさぶらうという2つです。古文の丁寧語も現代文の丁寧語と同じでます、ございます、おりますなんていう文章を丁寧に話す時の言葉です。丁寧語はこの2つだけなので、皆さんぜひぜひ覚えてみてください。今回はチョロの古文の敬語シリーズ第1弾丁寧語についてご紹介させていただきました。この動画が少しでもためになったなと思う方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。今後謙譲語と尊敬語についてもご説明しますね。それではまたねー。